はい、おはようございます。ということで今日は久しぶりにうちの妻とねお酒飲みに行きましょうということで、もちろんですね今日もお酒を飲むということは自宅の近くで歩いていこうかなと思ってますけれども、なんかねこっちの川崎の方引っ越してきてからなかなかね外に飲みに行けてないんですよ。でちょっとずっと気になっていた町中華のお店に、まあ、飲みに行こうかなと思っております。早速ねちょっとお店見えましたよ。僕の後ろに見えておりますね。今日はこちらのお店でしっかりと町中華の料理食べつつお酒飲もうと思います。じゃあということで、はい、早速ねお店入ってきたけど、はい、ひとまずは生ということで、はい、はい、まあ、とりあえず一杯目は生でしょう。生で、うん、生じゃない瓶で瓶で瓶で瓶生で、はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。あーうまい、うまいな。午前中の午前中のビール最高よ。ずっと気になってたけど初めて来れたからね。そうね、ドキドキするね。だって川崎というか今の家に引っ越してきてから発見したけど、うん、2年ぐらい、あ、そう、1年半、まあ1年半ちょっと経ったよね。1年半、2年近くって感じか。やっとだな。ね、なんかね、お店にちょっとさっきお伺いしたところカウンター上の奥の小さいメニュー表が一応おすすめってことなのかな。あとで頼みたいけどうまそうなのばっかだな。とりあえずおすすめの中で気になってる担々麺、担々麺ね、うん、これ一応一番メニューの中ではこのお店さんでは出るみたいなことをお話しされてたんだけど、うん、たださ丼物とかも食べたいって言ったら、チャーハンとかも、あー食べたいね。あの担々麺ミニライス付きって書いてある。確かに確かにミニライスが付いてるんだよ。なぜか担々麺だけミニライス付きって書いてあるね。確かに。でもそれだけ人気なんだろうね。定食というのかそんな感じで食べられる方が多いんだろうね。私は心に決めたご飯物が一つある。カツ丼でしょ。そうカツ丼、レバニンニク生姜炒めとかめっちゃうまそう。そう気になる、うん、あとシンプルナス味噌炒めとかも気になる。ナス味噌いいね。ナスは油を吸うと最高だから。やべどうしようかな、食いたいもんだらけなんだけど迷うね。迷う、さすがに俺でもこれを1回の撮影で食い切ることは無理だね。あの食べたいもの全てをね。結構なしっかりめメニューがしっかりな量ある。そうしっかりある。でも後半になってきて、うん、多分腹いっぱいになると思うから、うん、もう前半に自分の食べたいものは頼んでおいた方がいいよ。あ、そうだね、うん、ありがとうございます。うまそう。うまそう、レバニラ来ましたよ。じゃあ食べちゃいますか。はい、はい、じゃあ改めていただきま す。今日はあの自分で取り分けるスタイルで、あ、もちろんそれ俺が取っていくと多分腹がいっぱいになってるから。確かに確かに。うん、まあうまい、うまい、うまい。このお醤油の感じと胡椒、うん、うまっ。米ともいけま、いいですよこれは。米といけるな、うんうん、やっぱこれ一品目からめちゃくちゃ食っちゃうな、うんうん、めちゃくちゃうまい、うん、うん、一皿目で大瓶なくなりました。一皿目がなくなってないのね。一皿目なくなってないよまだ。あ、角もある。え、嘘、本当は角配500円。じゃあそれにしようかな。ゆうちゃんも頼む。 ありがとうございます。いただきます。飲み物いいですか。うー、餃子うまそう。何もつけないで。我が家は基本あんま醤油つけないからね。先どうぞどうぞ。じゃあちょっといただきます。うん、作って喋れねえんだ。皮美味しい。皮がうまい、うん、うまい、うわ美味しい。めっちゃうまそう。餃子を。うわうまっ。皮が甘いぞ、うん、うまっ。ただめっちゃ熱い。中がね、ブルブルブル。焼きたてはすっごい熱い。あーうまい。これ食
確かに。でも醤油とかラー油とかでも調味料すごい合うと思う、うん、いける多分。ベースのあん、うん、優しい、優しい、うん、でもその分皮がうまい、うまい甘くてめっちゃ甘い小麦粉の味がする、うん、サクサクのね、うん、この感じ、まあ下味強くないから酢胡椒とかじゃなくてちゃんと醤油、ラー油、酢がいいかも、がいいかも、うん、って言ってそのままつけないで食べる。結局ねベースうまいからうまいから、荒池は基本こう飲みに行くと炭水化物を食べない、あんまりね、うん、ですけど撮影だからという免罪符を使ってちょっと食べたい炭水化物は全部食べると、うん、まあおすすめの麻婆豆腐ライスも気になるし、もともとねネットで気になったのはカツ丼とか、あとオムライスよ、そう気になるんだよね、町中華オムライスね、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、おやおや、割と濃いめでございますね。すみません、どうです。あ、ありがとうございます。おうまそう。はい。酢醤油マスタード。あ、酢醤油マスタード。このね、肉唐揚げには酢醤油でついてるからしがおすすめということで、うん、でもあのそんなこと頭に入んないぐらい割と濃いよね。ね想定通りの。ああ、ブルってなる見た瞬間分かったよっていうそしたらベストの唐揚げいきましょうよ、ベストお互い失礼して、失礼していただきます、いただきます、うーんうーんうーん、このままで美味しいけど酢醤油からしもう絶対合うね、うん、これは合う、ちょっと俺もやってみよう、ちょっとおすすめの酢醤油にからしがやってみる？やる。ちょっとこのからしと酢醤油でうまそう。ね、ああうまい。うまい。うん。うんうん。あの油っていう最初の感じがすごいこうスッとさっぱりして、ベースももちろんうまいけどね。おいしい。うん。おすすめの食べ方だけあって、いや本当おいしい。もうおすすめね、確かにもう完全に、でこの生野菜と一緒に調味料つけて食べたりとか、うんうんうん、あと肉だけ行くんだったら酢醤油からし、あ、そうね、うん、で行くんだったりとか、うん、うまい、一皿結構でかいから普通の方が2人で食べに来るんだったらハーフでいい、そうね、ちょうどいいかもね、うん、うまぁ、唐揚げにさ、この味塩コショウかな、ちょっとかけてみて、美味しいよ唐揚げに、うん、これめっちゃいいやつだけど、なんかね、なんかちょっとね化けない、めっちゃうまい、うまいよねめっちゃうまいんだよ、この調味料なんだろう、めっちゃうまい、これさ、かけるとさ、さらに永遠に食べれそうな気するよね、いや、でも無限ループだな、この味はこれうまうまいよね、筋とかもないから、すごい食べやすい、うん、めっちゃうま、うん、実は最近あの、歯医者がやをしてて、うん、顎がもう今、顎関節症でちょっとした柔らかい低温のお肉とか噛んでも辛いんだ、微妙に痛いんだけど、あ、そうなんだ、そこまでなんだ、それでも全然食えるぐらい柔らかいし、じっとりしてるけどサクサク感もある感じ、揚げてるのに時間経ってもべちょってなんないの、すごいよね、すごい、やっぱ火力なのかね、絶対違うよ、もう家庭じゃ無理そう、まあ、ありがとうございます、うわー、すっごい、チャーシュー美味しそう、予想外、こっち系なんだね、うん、めっちゃ美味しそう、汁なしかと思ったら、うん、かなり汁だくの、うんうん、また先食べますか、あ、じゃあベストの状態で、あったかい、じゃあちょっとネギちょっと巻かせていただいて、からしとネギと、からしとネギと全巻きで巻いて、じゃいただきます、はい、うま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 い、今、食うなら今、うんうん、あ、
新しいわ。新しい、うん、なんだろうね、うん、なんか新しいよね。これ食べちゃったらラーメンも食れなくなっちゃうな。わかる、わかる、わかる。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。カツ丼うまそう。このくたくた玉ねぎで勝利を確信した。やばー、うまそう。町中華のオムライスとかあるけど、うん、カツ丼初めてかも。あー、あんまりないだろうね、はい、確かに、うん、これわかるかな。うわ、うまっ、うんうんうん、うわ、うまっ。てか、お肉柔らかっ。もうまた次食べたいもん。もう次食べたい。うん、めっちゃおいしい。うまっ、めっちゃうまいね。最高の甘辛で。最高の甘辛。うん、うん、めっちゃうまうん、恐ろしいぐらい2人とも黙々と食べてる、うん、あの撮影忘れてた。うん、まっ。それが頼まないとなくなっちゃうね。確かに。そしたら、すいません、チャーハンと、麻婆豆腐と担々麺をお願いします。はい、最高だな。ん、最高、うん、お店自体も9時までかな。ああ、そう、私9時、うん、9時まで、うん、やられてるから、まあ、夜5時から飲みにがちょうどいいね。うんうん、ただ学んだ、次家族で来るときは宅配薄めてそうだね。ベロベロになっちゃう、そんな強くないから。メンマがいる。うん、メンマ、メンマがいる。うん、メンマ美味しい、うんうん、食感がさ、しなちく、うんうん、そうだね、好き、めちゃくちゃ好き。このカツ丼の付け合わせのさ、うん、ベースのスープがすっごいうまい。あ、本当？あ、そうだ、うん、飲みたかったの忘れてた、飲んでない。いや、ってことはやっぱりラーメンがめちゃくちゃうまいってことだと思う、うん、ラーメン高まるよね。あ、こいつ万能。そうだ、それがいた。こいつめちゃくちゃ万能。うーま、うん、あ、ありがとうございます。うわ、おいしそう。めっちゃうまそう。ニュータンタンタイプだった、うん、うわ、麺ふっと、ね、その麺いいな。めっちゃうまそう。先、あ、いいよ、先食べちゃっていいよ。いただきます。うん、うまい。川崎の担々や。麺太いな、これ。プリプリ。プリプリ。うん、いいね。おいしい。おいしい。プリンプリンでしょ。うん。うま。うまいよね。うまい。やっぱこのね、ニンニクをこうビシバシ感じる。美味しい。鶏ガラとね、ニンニクとね、うん、卵の優しさと、うん、ちょっとね、麺食べ終わったんでチャーハンと麻婆へ。これにチャーハンを入れてあるから麻婆チャーハンですよ、ね、そう、麻婆チャーハンにできるようにこのセットにした。一緒に食べてね、うん、いただきます。うん、うん、うまい。じゃあ、よく焼き系の香ばしい。よく焼きチャーハン、うん、でもね、味は優しい。味は優しい感じ、うん、これチャーハンですね。いいな。うまい。うまいね。このラードの感じと、うん、ちょっとネギの香ばしさとか、ネギ油なのかな、わかんないけど、このよく焼きの香ばしさと、うまい。うまい。うまい。じゃちょっと。あ、そうだ。麻婆チャーハン。そう、上に麻婆。うん。まだ熱いよ。それやりたくて頼んだけど、忘れてたわ。あ、麻婆？麻婆チャーハン。危ないね。チャーハンなくなる前でよかった。うん、もうチャーハン、半分以下。
麻婆だけ、うん、うん、うんうん、複雑で複雑だよね。甘辛酸っぱい。そうそうそう、いやそっか、酸味があるからか、うん、うん、美味しい、うま、うん、これはチャーハンと合います、うん、これその麻婆豆腐ライスとか、うん、麻婆丼ってメニューにあるんですけど、うん、納得だね、うん、米に合う味が。ちょっと俺も麻婆チャーしよう。もうここに来てペロリだもん。めっちゃ食うやん今日。大丈夫？今日調子いいみたい。今はね。ちょっとあれもマモチャ、うん、マモチャで。めっちゃ合うよね。チャーハン。うま。甘いよね。確かに、なんかこのベースにあった酸味が、うん、チャーハンと一緒に食うとなくなって、うん、そうなんだよね。なんかむしろ甘みになるというか、うん、麻婆豆腐もちろん美味しいけど、なんか一瞬初めて食べた麻婆って感じがする、うん、でチャーハンと食べるとめちゃめちゃ合う。合う、すごいな、米にめちゃくちゃ合う、うん、今日いろいろ食う予定だったからさ、波盛りで注文したけど全部波でよかったわ。そうね、盛りにしたらすごいことになる。すごいことになりそう。熱っ、熱い、ね、体がねポッポしてきた、うん、こんだけ食うと、まあ、うん、タンタン、ね、今ですね、追加3人して全部食べ終わりましたということで、じゃあごちそうさまでした。まだお酒が残ってますんで、お酒はゆっくり飲もうかと思いますが、もうね1時間以上回してるんで、ちょっと混み始めて、うん、この辺りで、はいはい、川崎にはいいお店いっぱいあるんで、気になる方は飲みに来てください。はい。